政府が東京をはじめとする感染拡大地域に対し不要不急の外出を控えるよう呼びかける中、昨日元日の都内の人では去年に比べて4割から6割の減少だったことがわかりました。ソフトバンクの子会社アグープによりますと、昨日午後3時の人では去年の1月1日の同じ時間帯と比べて東京銀座駅周辺で48.4%。 新宿で四十四点六パーセント、渋谷で三十九点九パーセントの減少でした。また去年は初詣や外国人観光客で賑わっていた原宿では六十点四パーセント。浅草では四十五点七パーセントの減少になっています。新型コロナの感染拡大に歯止めがかからない中。政府は東京をはじめ、感染拡大が続いている首都圏では。 初詣を含め不要不急の外出を自粛するよう呼びかけています。